よいしょ、おはようございます。火曜日の朝、これはコタニで買ったデニッシュハート、これが朝ごはん。うまい、この砂糖の塊がうまいわ。これこれこれ、今日ほら弁当持参、あ、これチョコレート、これ高級チョコレート。いや今日はね、あの泉大津いつもの塩見なんですけど、まあいつも通り7時半に車庫出て、7時半に出たら8時10分ぐらいに大概ここに着くんやけど、あの泉大津ね、うん、今日ここに着いたら8時40分ぐらいだったあの脇浜のエベスさん、まあ大阪選手やったあの辺が一番有名なんかな、脇浜のエベスさん、あんな朝早くやってるって思えへんかった。もうめちゃめちゃ混んでて、うん、だいぶ遅れてしまった。だいぶ遅れてしまったら、あの同じ会社のトラックもう3台みんな降ろし終わってた到着したら申し訳ない。で僕だけ今残ってます。 あのマルキング師匠もね手伝ってくれるみたいなんで残っておられますけども、ありがたいな。ただね、結構まあトラック並んでるんよ。納得しかないよな。ちょ、この高級チョコレート1個食べよっか。なんとかドア、なんなの、なんかわからんねんけど、でっかボーリングの球みたいな、ははうまい、高級って感じがする。安定のこの景色、納品完了。おろすの手伝ってくれた、ありがたいな。交差点へしまっ込みよし、 OK10時です。じゃあ今からは和歌山の紀の川市へ行きます。そう、紀の川市で降ろして積んで交差点、よし、工事してんやな。で今日はあれあれ、京都じゃなくて、泉大津会社の近くに帰ってきます。校舎なし、 OK。 いや、いい感じで暑いな。じゃあ行岸は高速で行こうか。行岸高速で行ってちょっと12時まで積んでしまうて、帰りは京奈和と山越えて帰ってこようか。しかしこの大阪湾に体長8メートルのクジラが来るなんてね、すごいよな。今もあれなんかな、淀川の河口付近におるんかな。一回見てみたいよね、体長8メートルのクジラっていうか動物を。クジラって何食べてきてるの？やっぱ美味しいでかいお魚。え、クジラってプランクトンやったっけ？ちゃうかったっけ？あんなちっちゃいの食べてきとったらだいぶやけどな。生命力抜群ってことやもんね。ちょっと見に行ってみたいな。阪和道進入、次の線なんでおります。あの車はもしかして小さな小さな魚屋さん。そうやな、間違いないな。あの車は小さな小さな魚屋さんでございます。あの殿のステッカーとか貼ってあるもん、おー間違いなくそうや。ちょっと近づきすぎやぞ後期発見、後期発見でーす。ホップファミリーね、貼ってるよ。よう目立つなあれ。あれホロのところにも貼れんねや。
と一ミリハザード対策を。バイバイ。走ってった走ってった。僕はもうここで降ります。変なんで。油刺さなあかんな。帰りましょうか。うん、帰ろう帰ろう。いちごって書いてあったな。いちご食べたいな。そんなに量はいないけど、いちごパクパクパクって食べたいな。なんかあれやな、広島楽しすぎて、で昨日もまあ余韻に浸っとって、今日急にぐったり来てるな。今日ぐったり来てるな。昨日広島のやつある程度ちょろっと編集とかしとってね、あーこんなやったらおもろかったなーとか思いながら編集しとったんやけど、なんか今日学識出るわ。やっぱなんかおもろいことがバーンってあったらその次は寂しくなるよね。だからこそ次のなんかイベントを早くいつするって決めたいわ。誰かどこどこでするって決めてくれへんかな。待ってんね。誰かがいついつやろうっていうのを待ってんね。なんか貼ってるな。これ何貼ってんやろな。なんかシートベルトかな。ご苦労さんですけど寒いでしょ。こっちから降りんのは初めてやな。こんな風に降りてくんねや。ほう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 、あの車無理やな。こう止まっとこう。絶対無理やんな。だって U ターンするような感じやもんな。ここに止まっとこうじゃないか。おお、正解だな。正解でした。よし、右アイス止まる。右よし、左よし、あかん、左来てる。見にくいな、でも左 OK。 よっしゃー、よっしゃ OK。 山越え泉よっつって書いてるところまで。めちゃめちゃ中途半端な時間やな。今12時8分。さっき会社で飯食ってからおろしに行くか、おろしてから飯を食うか、迷うね。さっきでもおろしたいな。さっきおろそっか。おろさなあかんよな。悩んでおります。よし、到着やで、到着やで。ここ曲がんのんな、ここ曲がんのなかなか怖いでな。苦手なんよ、ここ曲がんの。ケツ振るしな、歩行者なし。よし、よし、オッケー、オッケー。さあ、ほな荷物下ろしますか。僕の一番苦手なリーチなんよ、ここリフトがね。リーチ苦手すぎるんよな。なんでなんやろ、ほんまにリーチ苦手やね。
まあしゃあない、まあしゃあない、ここで降ろすか。あ、前から救世主来た。前から救世主がやってきました。あの軽音はマルキング師匠やな、間違いなく。あれはマルキング師匠やで。救世主にリフト乗ってもらおう。しゃあ、救世主や。助かったぜ。救世主現れる。よし、降ろそうぜ、降ろそうぜ。しゃあ、救世主が現れました。あ、枕。マジ救世主現るやわ。助かった、めちゃめちゃ助かった。僕リーチで下ろしたら4枚下ろすのに15分ぐらいかかるからね。ゆっくりゆっくりやから、よかった。よっしゃ、わざわざ飯帰りにマルキング師匠が来てくれました。ありがたい。だってさ、リーチで下ろしたらさ、僕リーチめっちゃ苦手なんですよ、ほんまに苦手で、4パレ下ろすのに15分ぐらいかかんちゃうかな、マジで。そう、よかった、助かった。飯帰りに来てくれて、さらにそこのコンビニで炭酸系のジュースを買ってくれるという幸せさ。よし、帰ろうか、帰ろうか、帰ろうか。しゃ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 、とりあえずご飯食べよう。ご飯をいただこう。いただきます。めちゃめちゃ茶色いやん、ほら、めちゃめちゃ茶色い。手羽先卵焼きウインナー、これあれですよね、半分にとりあえず割るよね。半分に割って、で、この付け根、割ったところと逆を持って、噛む。もう一回やってみよう。まずここを半分に折る。半分に折る。折った。そして、折ったところを口に入れる。ここを持っといて。やっぱ焼いてすぐじゃないから分かんのかな。なんで卵焼きこんな黒になったんやろ。あ、醤油入れたから。
いな、やばいな。ちょっとあれやな、おかずと米の比率が合えへんなってきたな。お弁当のレパートリーも増やしていかなあかんな。このままいったら米、ウインナー、卵焼きの繰り返しになってしまうな。お米とおかずの比率バッチリやった。今日なかなかテンション上がらんかってさ、マルキング師匠がモンスター買ってきてくれた。僕炭酸が嬉しいですって言ったんやけど、テンション上がってないの組んでくれたんかな。救世主や、救世主が現れた。これでバッチリやで。このピンクレアはなんかテンション上げたいときは絶対このモンスターのピンクにしてる。ああ最高。ごちそうさまでした。オッケー、収穫完了です。よし帰ろ帰ろ帰ろ、会社に帰ろう。今日は集荷したお荷物を大型の車へ移しますということで、明日は僕は空車の可能性が高いというか空車やろね。で明日の用済みが広島っていうことで、わちゃわちゃイベントをしたところの横を通り過ぎまして、東雲の方に行きます。広島市内やね。まあ朝出て、朝5時に出て9時半頃着いて、降ろして、そっから、まあ、どないかなるかな、っちゅう感じで行きます。あれやな、バーベキューした時はさ、3時に出て行って、っていう感じやったのに、仕事の場合はなんか5時に出て行くって、なんか、ちっちゃうような気もするけど、まあ、でも5時で十分なんでね、5時に出て行きたいと思います。じゃあ帰りますか。本日も終了です。そう、今日も終わり。明日はあれやもんな、からやからな。どうする？明日からやで。明日はからやから、まあとりあえず、7時半に出て塩見下ろしに行くのを手伝って、明日宵泉が広島やな。広島に行こうじゃないか。あー寒いな、ほんま。よし帰ろう。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた明日お会いいたしましょう。おおきに。